こんにちは。僕はミル君。牛乳のこと、もっとみんなに知ってもらいたいと思っているんだ。だから、今日はとっておきの情報を教えますね。牛さんは寒い冬が大好き。元気に動いてたくさん餌も食べるよ。そして暑い夏よりも多くのミルクを出してくれるんだ。休みの日は給食がないけど、みんなは毎日成長しているよね。だから、丈夫な体を作るためにお休みの日も毎日牛乳を飲もうよ。大晦日にはホットミルクティーで年越しなんていいよね。寒い冬もやっぱ牛乳だね。それでは皆さん、毎日牛乳を飲んで元気に過ごしてくださいね。